ジャノンプラチナは、日本中央競馬会に登録されていた、競争は主な勝ち倉は2014年の朝日杯、フューチュリティステークス、2015年の富士ステークス。9月6日の札幌競馬場、芝1500メートル新馬戦でデビュー、前を行く大東京を捉えきれず2着に敗れた。続く未勝利戦、ベゴニア賞と連勝し、抽選を突破して、 アサヒハイフューチュリティステークスへ出走。最後の直線で一気に足を伸ばして先頭に立つと、後方から追い込んできた、人気スのアルマワヨーリオさん、四馬シンを抑えて、優勝した。本馬にとっては、重賞、GI 初勝利。また、安城のエビナ・マサヨシは、同一コースである一周前の阪神ジュベナイルフィリーズ、に続く2歳、GI 2連勝、関東馬及び、 ディープインパクト3区にとっても阪神 JF 優勝が湘南アデラに続く2歳、GI に連勝となった。2015年は、スプリングステークスから指導し勝利した、北サンブラックから3、4馬審査の3着に敗れた。続いて迎えた札ツ賞では勝ち馬、ドゥラメンテから1.3秒離された11着と敗れ、春シーズンを休養した。秋初戦は、富士ステークスから指導し、 スタートで寄られて後方からの競馬となるがそこから上がり、サンハロン32.8秒の足を使って、全馬をまとめてトライ半年の休み明けを勝利で飾った。この後、香港に遠征し12月の香港マイルに、出走したが7着に終わった。2016年は、東京新聞杯から始動したが、スマートレアーの4着。その後、休養を挟んで9月の形成杯。 オータムハンデキャップは3着、連覇がかかった。富士ステークスでも3着に敗れ、再び休養に入ることになる。8月13日の関谷記念で復帰したが5着。この後、京成杯オータムハンデキャップに出走予定だったが、左前座席のため出走取り消しとなった。その後、11月のキャピタルステークスは8着に終わった。2018年は、ニューイヤーステークスから始動。 広報大器から直線で大外から豪快に差し切り、2015年、富士ステークス以来2年3ヶ月ぶりとなる勝利を挙げる。続く、東京新聞杯は11着と惨敗。そして6月20日付で、JRA 競争場登録を抹消、南アフリカ共和国で、種簿倍利することになった。以下の内容は、netkeiba.com およびヤビスサーチに基づく。 ありがとうございます。